元アイズワンで歌手のチェ・ユナと俳優チェ・ソンミンの兄弟が幼い頃の切ない思い出を語りました。6月21日放送された MBC バラエティ番組戸籍メイトでは、妹チェ・ユナと兄チェ・ソンミンの日常が公開されました。アイドルグループ男女共学でデビューしたチェ・ソンミンは現在俳優として活躍中です。一方チェ・ユナはアイズワン解散後ソロデビューし、歌手として活動しつつ、持ち前の明るさが好評でバラエティ番組の MC を務めるなど多方面で活躍中です。今回の放送では、初めにチェ・ユナが自分の借りている家に兄と1年前から一緒に暮らしていることを明かしました。朝起きてからすぐに VR ゲームを始めるチェ・ユナに対し、頭を抱えながらも部屋の掃除を始める几帳面な兄のチェ・ソンミン、無邪気な妹に対して落ち着いている兄の正反対コンビですが、チェ・ユナはゲームの時間を得るとチェ・ソンミンと戯れ合いながらも一緒に洗濯物を片付けたり、歌いながら朝食の準備をするなど仲のいい姿を見せ、視聴者を驚かせました。朝食後は仲良く2人用自転車に乗り、買い物をしてからハンガンへ向かいます。ハンガンではチューブスターに乗り、チェ・ソンミンはこんなロマンチックな場所にお前と来るとはと残念そうに話し、チェ・ユナは私も嫌だよと冗談を言い合いました。チェ・ユナがデビュー前は家族とたくさん旅行へ行ったのと尋ねると、チェ・ソンミンはデビュー前はたくさん行ったよと答えました。しかし今は変わった、今はユナが家に帰ると肉パーティー、ユナ様が来た日とし、幼い頃は君はたくさん苦しんだじゃないかと兄弟の過去を振り返りました。チェ・ソンミンは番組中のインタビューで、ユナが4歳の時生死をさまよう重い病気だったと涙ながらに語り始めます。ユナが4歳の時に戻ったら兄として何をしてあげたいかと質問されると、妹は食べ物を食べることができなかった、首にホースをつなげてそこから栄養を供給していたと話し、病院にチキンピザの匂いが充満すると食べたいと泣いていた、食べさせてあげたかったと明かしました。チェ・ユナも小さいながら必死に妹を守ってくれた兄に対し切なさがあったようで、今ではパパとママの役割を全部やってくれる兄に感謝していると兄弟愛を語りました。そんな優しい兄に守られながら大きな病気を乗り越え成長したチェ・ユナは現在多方面で活躍し、芸能、歌、ダンスなど全て備えたソロアーティストと絶賛の声を集めています。